そうです。変えたんだ。そうです、そうです。はい。で、この線出ちゃいけないですよね。あ、そうです、そうです。で、そこと。イメージ伝えた方がいいと思います。え、なんかあんのイメージ。いや、イメージっていうか、あの、純粋にハローミキティチャンネルを体験していただきたいなっていう。うせやん、マジか。はい。逆に来たよ。体験すんの？はい、ぜひとも。どういうこと、どういうこと？普通に食事したい、ね、はい、もう普通にご飯食べて。はい、安定です。はい、ズラまで持ってきてくれて。どうしよう。でも、もうズラかぶってやりだすともう、なんかな、もうそっちに2対1の構図になります。なんかなるけど、ね、なんかあんまり普通にトークとかになりづらいかもしれない。ここでお願いします。お願いします。もうちょっと真ん中まで。はい、なんかここがギリ。あ、もうこれ、はい、やばい。ちょっと見たいです。めっちゃいい、超可愛いじゃないですか。俺はもう切ってるから。確かにちょっとガタガタしてますね。キッチンバスミで普通に切ってるの。良いのでは。すごい。なんか朝がこれしかメニューがないみたいで。めっちゃいいです。十分よ。異様です。結構みんなこれ探してるよね。探してます。Nハリの人なんか。でも売り切れてんだよね。で、Nハリのデザイナーの人がなんか連絡くれて、うん、あ、言ってくれたら、徳井さんがもう血眼になって探したみたいですよって言ってくれたらすぐに貸したのにって言って。あ、そうなんや。で、なんか展示会があるときはぜひ一緒に来てくださいって言って。めちゃめちゃ喜んでました。本当に。メニューだけ今聞いちゃいますか。メニュー何しますか。ベーコンエッグパンケーキで。あ、こっちだ。どうするの。僕はエッグベネディクト。私じゃあマッシュルーム。はい。都会ですね。ミキティのところの事務所。あ、そうです、そうです、そうです。事務所とか、まあ、編集やってくれてる。あ、そうですね、一人でやってるんですもんね、ストロングスタイルで。ここ二人で、ね、ストロングスタイル。ちゃんとした YouTuber。 そう偉い。生ぬるい環境でやってます。いやいやいや、3人を揃えてきているよっていう感じ。クス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 されてますよ。で、私たちも食べて。めちゃめちゃ面白いですね、動画。あれね、おかげさまです。面白かった。いやいや、こちらこそ。めっちゃ面白いですね。面白かった。やっぱ場所とテスラがやっぱ同じやから。はいはいはい。そのクオリティがすごい高いように見えるのよね。高い、ね、高い。喋ってることとか割となんか別に一言一句合ってるとかじゃないねんけど、やっぱり映像がね合ってました。雰囲気がもう置いていかれました。場所と障子が本物やからやっぱ。場所と障子が本物。確かに。あれ、どこで待ち合わせしたんですか。草月ホールの。あ、そうなんだ。だからなんであれ NHK のとこやじゃないの。そうです、そうです、そうです、そうです。なんで俺あそこにせんかったんやろと思って、あそこに来たらよかったなって俺、うん、謎になんかそれ徳井さんが決めたんじゃない。そう、俺が決めたけどなんかそこをまあええやみたいな なっちゃってんの。止めやすそうやし。あ、そうです。確かに確かにそうです。 NHK から出てきて右に行ったところです。そうね、そうなんです。これもう回ってるんですか。あ、もう回ってはいます。回ってるんですね。じゃあもう喋ってていいんですね。喋っても収まってます、はい、収まってます。草月ホールだったらなんかあれがあるのかなとか。全然ないなんで、なんでか分からない。なんかそこをなんかスコーンって抜けてたというかね。いや、もう別になんかあんな回ると思ってなかったから
まあまあ、ある程度適当にやらんと、はいはい、もうカチカチにやりだしたら、なんかどんどんしんどくなってくるから、確かに確かに。もうどこまでこだわんねんみたいになってくるから、うん、ある程度ゆるーくやろうって思って、別にもう、ずらっと衣装で、なんとなくミキティっぽい感じにしといたらいいかっていうだけやった。でもなんかちゃんと枠に留めましたみたいなの言ってましたよね。枠に留めましたとか、やっぱワードワードがこう入ってんのよ。そのワードが来るって思う。そうそう、本当見ててもうね、びっくりするよ。何だったの、もう歯だよとか歯だよとかは、まあ、分かる。そのイメージあるんだなと思って、なんか急に都会の味がするな都会の味がするわ、やっぱりこう入ってくる、ね、謎ですよね、あれね、うん、都会の味がする。余計な味はつけませんやだ、もう本当見てて恥ずかしかったですもん。私こんなんなんだと思って、情緒不安定なんだなって思って。いや、情緒不安定じゃない、だから急に切れ出したりとかするじゃないですか、うん、でも切れ具合がちょうどいいのよね。あ、そうそう、うん、本当にちょうどいい。笑っちゃいますよ、うん、笑っちゃえるからいいのよ , 笑っちゃえるかどうかなのよね、結局。あ、そうなんだ、ちょうどいいんですね、うん、険悪にならない本当に本当はね、うん、あそこで木鉢でね、そうそうそう、ね、本当はもっと見られながら食べたかった、私も見られたい見られたい、せっかくこんな3人でお揃いで来てるんだから、ね、見られたいじゃないですか。木鉢に、昆布に抱っこじゃね、悪いもんね木鉢に何も、でもまあ、でも木鉢ってガッて出したら、うん、割とね、出していいんですかね、あれね。そうかな、そもそももうお客さんいっぱいいるからな。そうそうそう、めちゃめちゃ見られてましたよね、あの動画の時も、うん、あそこいいですよ、思い出の地ですね、あれね。いや、なかなかあんなことでもないと、プライベートであそこなんか芸能人の人行きづらくない、なんか行きづらいですね、あんなもう見てくださいみたいなところですもんね。確かに、でましてやこんなね、お揃いで、お揃いでミキティ夫婦よう行ったなこんな本当ですよ、本当に嫌だったな。でももう今日はしっくり来てますよねいや別に言ったって、俺2回目やからな、あれ以来。いや、私もでも2回目、3回目ぐらいな感じで。いや、俺は普通に私服で来てる。あ、来てる。そうそうそう、私なんか着づらくなっちゃって、逆にあれだからあれのやつだって思われるのがちょっと着づらくなっちゃって、ね、でもしっくりきてますよ。ありがとうございます。でも普通に始まりましたとかないんで。はい。はーい。いい。寒くなくてよかったね。いや本当に。ね、ガクガクじゃないかと思ったけど、うん、全然良かったです。徳井さん、お休みはもうキャンプにずっと行くんですか？いや、キャンプ行くか、うんうん、割と家の中でなんかごちょごちょ作業してるか、あ、そっか、でも編集もあるし、うん、なんか最近もう休みができるとなんか、あ、ゆっくり編集できるって。あ、もう編集マン ならへん、なんなります、なりますな、抱えてるもんね、なんか2人の動画と。本当に自分のチャンネルよりもハローのTチャンネル、まあ、納品しなきゃみたいな、そっちの方が、まあ、回るし自分もなんか知ってもらえるしみたいな休みの日時間ができたらすぐ撮ってる2人の動画をなんか編集するっていう風になってますね、うんうん、確かにゆっくり編集できるわってなりますね。確かにね、障子チャンネルの方見てほしいけどね。そうですね、なかなか特殊なチャンネルやから。そうなんですよ、いろいろこう差別化をしなきゃいけないみたいなので、あそこに行き着いちゃったんですよね。はいはいはい、いろんな人の芸人のチャンネル、そうそうそう、あとハローミキティチャンネル、あと品川障子でやってる生配信のトークのやつとかって、はいはい、いろいろ違うのってなった。だからコアに、庄司のコアなとこ見たいっていう人なんかはもうほんますごいたまらんチャンネルやな。そうです
ずっと粗挽きだみたいな。そうそう。感じで一人で粗挽きだみたいな。あのこのスタバのやつとかもほんまな、なん自分でやるって言い出して何をこんなに恥ずかしがっているのかって。やだよ、確かに。やだよ、もう恥ずかしいよって言いながら。確かに。360度カメラぐるぐる回してさ。うん、本当気持ち悪いですよね。本当だ。あれ何なんあれ。何なんあれだよ、本当に。ベンティー。すいません、すいません。本当に。確かに。冷静になってみると確かに。なんなんすよね、本当に。俺もなんか、でもマネージャーが一緒だから。あ、そうだよね。で、力夫が、うんうん、ベンティ良かったですよってこうすごい褒めてくれるから、うん、じゃあちょっともう一段やろうかみたいな、うんうん、ので今3段できてる。だから力夫がいなかったら多分1回で終わってたよね。うちのマネージャー大好きやもんね。まあ、開けてくれますよね、力夫がね。いいマネージャーさんじゃないですか。すごい。そうそうそう、割とあいつ敏腕やんな。そうそうそう。なんかね、すごい。あ、もう喜ぶよ、きっと。がっさり切ろ。でも本当、いいマネージャーさんで。いいマネージャーやん。ねえ。そうそうそう。ええ、あれ食べないやつって2、え3段、3回やって。3回やって。はい、うん、そっか、俺、最初なんか見たかな、俺。ありがとうございます。あのスタバの店員さんに気づかれてなんかみたいな、なんかそれが3回目、喋ってるやつなかった？あ、3回目、それが3回目やつか。音が割れちゃうやつ。はい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 、そう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 、3回目。それまあそろそろスタバの方にも噂が回り出すよね。確かに。そうですよね。え、あれ店変えてんの？店変えてます。ああ、はい。そういうことね。変えることによって、はいはい、新しい。そうそうそう。もうそうですし、なんとなくあの最終的には全国制覇したいなっていう。すごい夢でかい。あ、ベンティー。地方も行っちゃうの。まずは関東から攻めようかなと思って、で最初なんかこう反抗していこうかなっていう。確かにね。でもドライブスルーがあるところじゃなきゃいけないもんね。うんうんうん。すごいね、壮大な夢だ、ね。壮大やな。壮大。スタバなんてだってめちゃくちゃあるもんな。でも本当あれだよね。徳井さん、うん、小木さん、小木さんからこうハローミキティチャンネル。そうそう。すごい。そうそう、視聴者が増えたのはある、ね、見てくれてる人が増えました。いやいや、それはもうミキティの力よ。いや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 、もう本当に気づいてもらいました。ハローミキティちゃんでやってるよってことに。そのなんかナビゲートしてくれた感じで、ね、そうそう、ハローミキティチャンネルの楽しみ方みたいな。そうそう、見方をね。そう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 、本当にそうですよね。あれやりたいねんな、あのミキティのライブの、はいはい、前のリハの、うん、あの後藤さんと飯久保さんがいる、うん、あのスタジオ、うん、あ、リハーサル、リハーサルの日、はいはいはい、あの前日みたいなやつですね。てきて、うん、エレベーターで喋ってスタジオ入っていくっていう、あのあれやりたいから、あの後藤さんと飯久保さん協力してしてくれると思う。やってくれるんじゃないですか。あと、あのエンジニアさんも全員やで、それは。あの場所で。してくれると思う。エンジニアさんも？エンジニアさんは。バンドさんも？確かにバンドさんね、うん。バンドさんどうやって集めるんだろうね、あれね。で、徳井さんはそれで。全然いいと思う。え、ミキティをやるとか。ミキティ。何なんですか？基本ミキティよ。ね、何なの？なんで私をやりたいの？そうなんですよ、ね、謎なんですよ。別に後藤とやりたいとか、はい、その飯久保と一緒にこうなその環境でやり得意がやりたいっていうことじゃなくて、はい、なんでミキティをやる。やっぱりだからミキティが好きっていうのって、うん、あのちょっとなんつうかやな、そのミキティが好き、例えばミキティと付き合いたいとかを、うんうん、もう、うん、超えてんのよね、その、まあ、ミキティになりたいの。ここに行くのがさ、ミキティになって、ほんま言うとほんまにミキティになって、庄司と飯食いたい。何なの、もうそれはでも逆に言えばもう庄司を好きじゃないですか。庄司を好きなのかな。で、あ、そう、うん、ミキティになったゆえに庄司が好きになるみたいな、まあ、で究極はそうやろね、気持ちまでになったら。だからミキティになったとしたら、うん、ミキティになって庄司を好きじゃなかったら、うん、まだ得意の自我が残ってるやん。もう庄司を好きになったらもう得意が消える。あ、そうか、まだダメだと。そう。最後は得意が消えてミキティになるっていう。なんなん、ミキティが2人になるっていう世界線。いや、見たいな。
でもあの確かに、うん、そのこの間徳井さんの得意ビデオで、うん、あのそのペアルックドッキリの、はいはい、撮った時に、うん、お店に行ったら、うん、まだオープン前なんですよって言って、うん、で待つ時間があって、うん、で徳井さんとどこで待ちましょうかって、でテスラで待ちましょうってなって、うん、あの小さい車で徳井さんもミキティのままでどういう気持ちなの？じゃあずらっとなんかややこしいからまた被らなあかんしと思って、うん、ミキティなの、うん、それもでも2人っきりでそんな密室で話すのは初めてだから、確かに何話そうかなと思ってたんですけど、うん、なんか中堅芸人のこの今のどうやって生きていくかっていうあれ回ってたらすごい素敵だなあれはあれで面白かったですよね。あれめっちゃ面白かったよね、はい、徳井さんとこの格好でペアルックで、確かに日本はもうミキティのままで世代交代感じるよなって、めちゃめちゃいい時間だった、うん、いいね。だからそこがなんかミキティとその徳井のこの確かにこの入れ違いですね。そうそうスイッチスイッチ、そこを感じた。でも今思ったらちょっとあそこミッキーチャンスやったなっていう。どういうこと？本当の本当のその、あれカフェのシーンはさ、まあ、カメラ回って撮ってるから、うんうんうん、もうある程度仕事みたいなの入ってるけど、うんうん、カフェオープンまでの待ち時間でテスラでほんまに庄司と二人きりの時こそ、うん、本当のミキティチャンスやったあの時 に, 確かに完全にミキティやったら、ね、行けたわけだよね。あそこでもう芸人同士のトークしてしまったからあれやったけど、あそこがチャンスだったんですね、うん、本当に言える。確かにね。いやめちゃめちゃ面白かったそれが。そんなのだってあんまり喋る機会あるんですか、逆に他の人と。そんな、あ、他の人とは話す機会ありますね。ありますね。そんな真剣に真面目な話をするんだね。そもそも庄司があんまり喋ったことなかったから、あんなん喋ったの初めてだけど、めっちゃ嬉しかったし、めっちゃなんかこの俯瞰で見たら面白いことしてるな。いや確かに桂川さん思い出に残る時間だったよ確かにな、死ぬ時の走馬灯に一瞬あの映像パッて入ってくるから入ってきます。すごい嬉しい。そうなんだ。なんであれがやりたいですか。いや本当にあれのどこがやりたい。あれの一番やりたいとこは、うん、オープニングのミキティが車で降りてきて、うん、まんまずっと回しながらエレベーター乗ってウィーンって上がっていってスタジオに入っていく、うん、もうあそこが一番やりたいあそこが一番やりたい。あ、そうなんだ。だからさ、じゃあ高良さんに来てもらいますか。高良さんはじゃあマストでお願いします同じようにリハですねって言ってだからまあ、そうやね。だからあの飯窪さんとか、まあ、ツーショットとか必要やけど、飯窪さんワンショットとかは別にもうまんま素材もらったらもう編集でひっつけちゃったらいい。そっかそっか、ね、同じように喋ってるようにね。でも2回やることによってその人の演技力が評価、まあ、確かにな評価されてるもん。庄司マジでほんまなすごかったよ、ね、本当ですか、うん、俺は普通にそのまんまやっただけなんですけど、うん、なんかコメント庄司の演技力すごいっていやいや俺何もやってないけど、どこで何を評価されてるんだ。編集してたらなんか庄司すごいのとかテンションがさ一緒なのよ。確かにナチュラル。いや、うまかった。めちゃくちゃ笑われてるけどねちょっと待って、代官山ですからね。代官山で女子4人になりたい。大学生ぐらいかな。こんにちは。ほら、嬉しい。この3人の姿を焼き付けてもらえてもうこの塀いらないぐらいですもんね、もうなんだったら見られたい。せっかくならね、見られないと。いやでもそれマジで見たいな。その本人がそのままやるのが面白いよね。あとまあライブ編もあるからねやってくれるの。あ、じゃあそこ裸で出てもらって。ああ、あれ赤衣装着てあのさあの衣装で登場のトークだけね、はいはい、あ、そうだね。そうそう、まあ、歌うのはあれだけど、うんうん、こうあとあのリハでそのブレイズのブレイズだったっけ。あ、ブレイズ、そうそうそう。現場のリハ、当日かなのリハでミッキーと後藤さんがリハで歌ってんのを、うん、あれ、飯窪さんなんかな。飯窪ちゃんと工藤ちゃん、工藤さんが泣いてた。そうだ、工藤が泣いてましたね。あそこもちょっとやりたいなあそこに関しては工藤さんがやりたいって言ってたんだけど。あ、でも工藤さん役をやりたいの
あそこなっちゃったんやな。超面白い。なりたい。刺さり方がよくわかんないですよ。なりたい。何なんですか。ね。やりたいとか、なりたいとか、よくわかんない。味方がやりたいかどうかっていうね。何なのよ。でも料理作ってるじゃないですか、徳井さん、うん、ずっと好きなんですか、作るのが。割と好きやな。そんななんかすごいちゃんとしてるわけじゃないけど。でもそうなってくると本当にもう結婚はする気ないですよね。あるんですか、ないんですか。めちゃめちゃすごい結婚したいかって言われたら、うん、別に大してしたくはない。なんでしたくないですか。やっぱそのさ、うん、すぐどのタイミングでも自分のしたいことをパッとできる環境ではなくなるやん、やっぱり。あそうですね、できますよ。できんのかな。いやなんかこうパッて夜中、うん、今日はちょっと、うんうん、遅い時間やけど、うんうん、ちょっとなんか犬が、めちゃめちゃ犬。え？どういう状況？俺が結婚の話しだったらなんかすっごい犬、獣たちがざわめき出してんだけど。うわうわんつって。もうなんか夜中ちょっと起きて、うん、あのちょっといろいろ考え事したいなとかいう時にやっぱり、うん、とか朝起きてなんかぼーっとなんか考えたいなとかっていう時にやっぱり誰かと一緒に住んでるとさ、うん、やっぱ言うってもある程度人に合わさなあかんやん。まあそうか。だからもう全部自分でできるようになっちゃってるから、もう本当確かにね、しないんだろうなっていつも見てます、うん、YouTube を、うん、みんな思ってるやろな、製品やろなって、うん、もう猫もいるし、満足ですよね、うん、あ、いいね、いいね、この詰められ感この詰められ感、いいね詰めてくるんですよ、ね、でも、うん、作るの時間をうん、作っていいよっていうパートナーも、うん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 、まあ現れるっちゃ現れますよね。いやそれ言うけどさ、うん、結局そうはいかんことになってくるやろ。いやその、まあ、結婚したら多少は合わせるところはあるけど、でもちょっとこの時間は欲しいって言ってくれれば全然あいいよってなりますよ。そうそう、全部が全部ちょっとなんで私いんのにっていうのはなんないですよ。子供が できるとね、またね、うんうん、ちょっと状況も変わってくる。まあ、ちょっと理解がある人に出会えるといいですよね、そう思うと。そっか。いや、子供できてんのに、うんうん、奥さんに任せっきりとか嫌なのよ、それは。へぇー。じゃあ、ただ結局、うん、そうやん。あと半年すれば、50歳ですか。同い年やからね。同級生だから、徳井さんと。え、ミキティのとこ何個違い？9歳違うの。うん、あ9個か、うんうん、いけますよ。でも本人が結婚別に興味なかったら ね、そもそも、まあ、結婚をおすすめする。でもしてる徳井さんも見てみたいじゃん。なんで見てみたい。わかんないけど見てみたい。わあ旦那やってるみたいな、旦那やってるみたいな。旦那できるで俺。旦那できる。多分優しいからできそう。同棲もしたことあるし。そっか。そういうなんかそういうの聞きたかったですって。何結婚願望ないのかなって。なんか徳井さんとこう今回コラボするにあたって、うん、なんかやることとかあるのって普通にパッと。うんうん。うん、みんなにそう思われてんねやろな、多分あの人何なんやろ、気持ち悪いなって思われてんねやろ。いやいやいや、いやだからそうですよね。だからモテなくも絶対ないし、そうモテるのに、ね、うん、しようと思えば多分すぐできるだろうに、なんか遊びたいんだと思ってんねやろ。そうやろ、どうせ、うん、みんながあいつまだ遊びたい、まだ遊びたいんだ、気持ちの悪い27にもなって。いやいやいや、遊びたいというよりも自分の時間が欲しいっていうのが強いですかね。そうか、うん、あの、そうやな、うんうん、やりたい時にやりたいことをやりたいのよ、うん、パッと、うんうんうん、
まあ、そうですね。でそれに人を巻き込んでしまうと、うん、パートナーを巻き込んでしまうと、うん、うん、なん申し訳ないなっていうのも、確かにな、分かんないもんな。その付き合ってる段階でいいよ、私は大丈夫よ、うんうんうん、あのそうやって自由に時間作っていいよって言っても、結婚したらどうなるか分かんないですもんね、うん、確かにね、変わるって言うやん。そうそう、まあ、子供ができたりしたらね、うん、また、うん、まあ、もちろん変わってええし、うん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 、そっか。え、ミキティも変わったの？私どう変わった？あんまり変わんないです。え、変わった？いい感じに変わってくれました。そのあの、うん、言って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 。結婚する前は言わすくだりや。言わすくだりや。言って言って。言ってよ。言ってやって。いいじゃん。言ってよ。いやでもカメラの前だからやめとこうかな。カメラの前じゃないと言わないじゃんね。そうだよ、じゃあいつ言うんだよ。そう、本当さ。いや恥ずかしい。家で言うのかよ。ちょっと私本当に私それ言ってるな。いやでも結婚前はもう何でしょう、もう全部私に時間ちょうだいねっていう感じだったんですよ。ああ、逆に庄司のプライベートは。そうそうそう。へえ。でも意外とこう、うん、あの結婚してからの方が、うん、なんかまあ後輩とご飯を食べに行ったりするのも、うんうん、で行ってきないよってなってるし、そうですよ。それこそこう、うんうんうん、まあ自分のチャンネル編集してもらってるっていうのもあるかもしれないですけど、部屋にこもってなんかする時間も、あ、全然やってもいいよとかっていう感じだから、うんうん、全然平気。ここら辺のストレスはないです、うん、それはそもそもミキティは、うん、一人の時間平気な人なの？ネットフリックスとかもずっと見てたから。最近はなんかマイク攻撃からネットフリックスに。そうなんです。アメリカの主婦やん。徳井さんは付き合う時に好きだよっていうタイプですか？トイレ行ってきていいですか？いやいや、ちょっと待って待って、何度何とって何とで、ちょっと言うタイプですか？まず付き合うとき自分から俺好きだ付き合ってくれって言うんですか？いや、それさあ、そうカメラの前でさ恥ずかしいじゃん、そんなこと言うのさ。じゃあもう今聞いてるんだから言ってほしいんですよ。いや、聞いてるんだからって声に別にカメラ回ってる時に言わなくていいじゃん。いやいや、もう回ってる時しか聞けないからこんなこと。なんでさ、そう言わそうとするの？いいじゃん、言ってよ。もう恥ずかしいよ。聞きたいよ。いやいや、もう言うよ。言うんだ。言うんだ。え、付き合っても言うんですか？ちゃんと。いや基本的にはあんまり言いたくない。え、なんこれ。いや、このダイヤモンドみたいなもんでさ。え？好きという言葉があんまり言い過ぎると根崩れ起こすやろ。なんか起こさない。いや、なんか根崩れ起こす、好きっていう言葉に起こさない。数が増えるとやっぱりちょっと価値がさ、やっぱここぞという時に言うから。もうダイヤモンドはいくつあってもいいんです。別にそんな1個を磨き上げるなんてこともないですから。大事にしたいねんけど。いや、大事にいっぱい欲しいです。大事にいっぱい欲しいか。まあそうや。でもな、うん、大人になってからは、うん、それこそ30後半、30中盤過ぎてからは、うん、そうなんだなと思って、そのあんまり数少なく言うなんて、うん、ただこっちの思い込みというか、うん、でしかない、うん、女の人はちゃんと言葉にしていっぱいもらった方が嬉しいんだなってやっと分かったから、うん、言うようにはしてる。徳井さん言うって。ちょっとさ、正直気分を味わって。グイグイ来られました。グイグイ追い詰められてる。嬉しかった。徳井さん言うんだって。いや、それは言う、あ、言わへんじゃん、それ。言ってくれるけど、絶対カメラ回って言わないじゃないですか。あ、そうね。いや、言ってくれる、言わせてる。俺でも、まあカメラの先っていうのもあれ、うん、俺は結構言うタイプ。アメリカンですよ。そうなんだ、うん、なんか
まあ、だから重みがないっちゃないのかもしれないけど愛してるよとか普通に。ああ、うん、はい、でもその方がいいんやろ。いいですいいです、行ってきます愛してるよとか。あ、もう本当そう本当そう。だそれがもうやっぱり若い時は抵抗がめちゃくちゃあって、だってそんな毎回重みもらってもしょうがないじゃないですかこんななんかまったり重みもらってもしょうがないんだ、うん、愛してるよみたいな言われても、あ、ちょっと大丈夫大丈夫みたいな、ライトな感じの、うんうんうん、でそれは人によるんじゃないですか、女性によるんじゃない。いやでもだって中だってそんなライトなのでいいじゃないですかまあまあそらな、毎回毎回そんなね言われたんよね、あ、なんか愛されてるんだなと、なんか言われたですか。そうです、言われた男側嬉しいよ、いや嬉しいよね、女の子に言われた方がね。え、嬉しい、あ、まあ嬉しいわ。ほら、言われたら嬉しくないんですか。いや、嬉しいかどうかは別として、嬉しいのは嬉しいと思うけど、うん、やっぱどっかそこそれになんか慣れていってしまう自分がいて、なんか俺恋人の前でおならとかこかへんのよ。あー、すごい美しい。ちょっと食事中あれやけど、うん、もうそれあかん、恥ずかしいねんや。私全然おならしてほしい人です。あ、おならはできれば男の人にはしてほしい。はいはいはい、なんかちょっとダメなところ見せてくれないとこっちも完璧でいなきゃいけないのかなって思うから、気になる。そうだと思う。いやいや、なんかそこのなんかそこのライン守らんと、おならが、うん、おならのラインは守らんとこれ超えるとなんかどんどん男女じゃなくなっていきそうな感じがして、うちはあのお風呂一緒に入らないんですよ。入らないです。だから裸が普通になったらダメだよねっていう。これも一緒じゃあこっち寄りなんだな。うん、そうそうそう、そう思う。俺逆にだから入ってくんなよって言います。わかる、めっちゃわかる。いやでもこっち側が言うんですよまあ確かに俺普段すげえ脱いでんのにそう、ちょっと出てとかって言われて、だからこれな、あの女の人は多分ないくら毎日お風呂入ってもなんかそういう、うん、なんかうんと確かにね、なんかそこじゃない気がします、ね、女の人は、うん、男そこの部分がすごい繊細なのよ、うん、そうそうそう。だから例えば奥さんのことを、うん、なんか女性として見れなくなるのが怖いんだ。そう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 、怖いから守ってんねそこ。じゃあずっと女の人を女の人として見てくれるってことですね。できればそう見したい。そうそう、いいじゃない出ました出ました、ありがとうございます、よかった、いいじゃないいいじゃないいいじゃないね、女の人として見ようっていう努力はあるってことですね、はい、それも努力をしてるんですよ我々は。そうそうそう、でもなんか入らないことによって なんなの、うん、なんでそんな前まで入ってたじゃんみたいな感じで、うん、ちょっとこじれていく、うん、あ、そうそうそう、理解してほしいよね繊細な、本当に徳井さんの言う通りマジで、これなほんまにな、あの分かっていただけないことがすごく多くって、うん、そこの繊細さ、うん、でその繊細な部分が壊れ出すと、うん、これ修復ができひんっていうことを知ってんねん、我々は珊瑚礁みたいなもんやこの豊かな珊瑚礁を守らないと環境崩しちゃうと、そうこれ珊瑚が死に出すと、もうこれ取らへんねん。名言だ、珊瑚礁みたいだな、男の人って、うん、はい、でもいい格言ですね、男は珊瑚礁と一緒、男は珊瑚礁、そうですね、それを、まあ、肝に銘じてじゃないですけど、うんうん、少しこうね、片隅に置いて、うん、こうお付き合いしてると、意外とこう、うん、いい。でもなんか男は珊瑚礁っていうのに男は珊瑚礁男は狼っていうのはなんか聞いたことあるけど男は時代変わりました、ね、変わったね、すごい、なんか男は珊瑚礁っていうのになんか好きだよとか言わないのはおかしいじゃん、なんか自分だけね守って、いやそれもだから新鮮さを保つ意味で多分好きっていうのを、あの乱発したくないっていうのはある、あると。でもじゃあなんでこっちは珊瑚礁側に合わせなきゃいけないわけ、こっちは珊瑚礁じゃないからさ、そも確かにそうなんですけどだって珊瑚礁を守りたくない、そうそうそう、でも珊瑚礁側もその守ってもらおうっていう努力は必要じゃないですか、僕はちょっとそこは珊瑚礁なんでここは絶対守ってください、はい、僕もちょっと努力します、はい、っていうのはあるじゃないですか、
今なんかもう珊瑚礁守ってしか言ってないじゃないですか勝手すぎるっていうことですか。勝手すぎる。まあね、いや、そうね、そこ問題にぶつかんのよ、うん、なんで全部こっちが珊瑚礁に合わせなあかんの問題にぶつかんねんけど、うん、これは俺らも、うん、その珊瑚礁側も、うん、守れよって上から言ってるんじゃないねん、うん、ほんまにごめんめっちゃ珊瑚礁やからほんまに悪いけど守ってっていうお願いやねんこれ、珊瑚礁からの、ほんでもう珊瑚礁が死んでから、うん、え、なんなの、なん最近全然女として見てくんないじゃん、うん、って言われても、うん、もう死んでるんですいやでも珊瑚礁もそこ生き返ろうっていう、めっちゃわかる、努力、そのなんかもう俺はもう死んでるんです、じゃあもう何もならないですか、よし俺も頑張ってちょっとでもいいから生き返ろうみたいな、生き返りたいのよでももう無理なのよ本当に、それを知ってんの珊瑚礁は、自分がね、僕たちはもう死んじゃうと生き返れない、生き返れないって分かってるからお願い大事にしてって言ってんのよ自分勝手だな。そうそう、じゃあ何、私がなんかその家でやってるやつはいやいややってくれてる、何何なんか言ってよとか、I love you みたいなやつも、あ、いやいややってる、いやいやだって言ってんじゃん、いやいやなんだってそれをさ、いやいやでもさ、うん、言ったらダメだよね、うん、嘘でもさ、いやいやじゃないって言わなきゃダメ、うんうん、恥ずかしいだけ、全然嫌じゃないよって言うべきですよね、言うべきだよねそう思う、どっちなんだよ、なんで言っちゃうんだよ歯だよ、歯だよ、ほんと歯だよ嫌なのかよちょっとお二人そろそろお時間か、はい、楽しい、いや楽しかった、楽しい時間か、ちょっとなんだよ、二人でゴープっていうのそこで見てるだけでもよく言えねえけど、いやいやいやせっかくね、こうカツラも今日持ってきてくれたみたいですけど、はい、まあ、そのカツラはまた次回、次回なんかの時に、ありがとうございます、ありがとうございました。この間のペアルックドッキリは品川庄司とのコラボだったんですね、うん、そうそうそう、ミキティチャンネルとのコラボみたいに勘違い、されそうじゃないですか、うんうん、別にいいんですけど、うんうん、だから今回のこの動画はこっちの方がね、純粋にまた得意ビデオ側にもなんかあるそうです、そうです、あのちょっと、はい、僕はあのご飯作って食べてる映像があるんですけど、はいはい、それに適当にナレーションをつけてもらってんだけどあ、情報なしで、うん、もう見て、別にあの別に喋ることなかったら黙っててもいいしあ、とか中身、あ、こんなこと言ってほしいとかはなく、全然なく、フリースタイルで、もうフリースタイル、全然もう喋らない、うん、喋らんでいい、全然、あ、これ美味しそうじゃんとか、うん、でも全然いい、もう何でもいい、わかりました、素直な感想を取るという、うん、それでコラボということですね、はい、ありがとうございます、はい、はい、お願いします、いつかね、徳井さんのご飯も食べに行きたいです、食べたい、え、本当、はい、じゃあぜひ、はい、はい、そう、大したもんではないです、ね、ぜひぜひ、美味しそうだから、いつもということでね、はい、コラボありがとうございました、ありがとうございました、嬉しい、ありがとうございます、はあ、楽しかった、ほんと珊瑚礁、男は珊瑚礁、ダメね、もうそれよ、この動画が面白いと思った方はグッドボタンとチャンネル登録お願いします。以上、ハローミキティチャンネルでした。